皆さんもビームを発行します魅力のビーム。例えば私はひまわり、私はかすみ草、何でもいいんです。私の自分の魅力をビームとして人に与えるプラスのエネルギーを持っています。今日の大会2時間のセミナーの際にはもちろんメイクアップというニュースのテーマですが、メイクアップがいくら上手になっても内面がどんどん磨かれていかない人はどんだけメイクアップするかです。今まで見てきて一番思うのは、一番心が素直な方ほど吸収率が2倍3倍です。だから1秒3秒30秒これで大体ですね 80% あの人こんな人と思われるんです。 80% です。たった30秒、もうさっきから3分よく話してます。これで 100% あの人はこう気になる地球を持ち望めるって書いてますけども、ちょっとポイントがありますね。引き算か公開を言うんですとか書いてます。熱いファンデーションはいりません、つけまつげいりません、囲み合いなのやめてくださいね。これ就活のポイントです。相手にとってすごく心地いいメイクを人工的とか、そうすると面接官というのは見たいからその人のことを見たんです。ピュアなメイク、あ、この人伸びしろか、あるいはこの人が強いか、この人わがままなメイクしろ、どんどんそういう恐怖する。ちょっと面接行くときに覚えておいてください。首背筋をまっすぐにして立ち降ります。そうですね、頭を下げたら部屋を1メートルで向こうおはようございます。最後の数まで、最近数まで爽やかになりました。おはようございます。おはようございます。1、2、3、当たり前のことができてないから非常に多いんです。だからものすごく光るんです、こういうことをやってるから。大体日本って右利きが多いので、右利きっていうのはある程度ものをよく使います。車でもそうですし、よく日焼けしてます。綺麗な方は相手にしましょうという思いやりが一つあります。それと昔は人と会うのって喧嘩っていうのもあります。むしろ時代なんかで会うことを嫌いんじゃない、その喧嘩を私は抑えます。右利きを抑えてますから、心を開いてあなたにたっぷり入りますというのが、これ挨拶の基本なんです。ですから立った時にゆっくり笑って、おはようございます、今日はよろしくお願いしますってやると、これ当たり前の罠なんですけど、ここまでよろしくいけないんですよ。だから好感とか、あれそれでそのメイクちょっとぐらいメイク受けたら大丈夫なんですはい、やってたって言ってない、ちょっとやってても大丈夫っていうとか、はいですね、はい、っていう返事が、返事が下手な人は吸収、学習が半減します。どの原因ですか。返事が悪い人はどんなんですか。はい、はい、はい、うん、あ、こんなんです。返事の人というのは、はい、はい、はい、返事というのはその人のアピールなんです。存在というもの、存在感というのはどうですか。存在感のある人という企業欲しいですか。そのことが分かりましたか。どうですか。理解ですか。メイクアップチーフこういうやりありますね、分かりました、はい、分かりました、頑張りますってもらいますね。その時にチーフ分かりましたって言われる、こうされたことですか、教える気になりませんみたいな。こういう細かいことなんですが、演技は理解で、分からなかったら、いや、分かりません、分かりません、やぶきっちゃうんですね。だから、やる気がある人は間違いないです。もうこれ演技が存在、演技がやる気、これが、働くっていう大事なところになります。僕はこの働くっていうのを考えながら何でも言ってましたけども、働くってどういうことかなっていう、人が動く肩を楽にして、それは働くんです。だから肩を楽にしている価値のある仕事で動き方をしている人は必ず生き残ります。これはもちろん重たい荷物を持ち上げるということです。基本は周りの人を楽にしているんですね。重たさを楽にしている。そしたら僕らは何か癒しということです。癒し系ですね。楽っていうのは、まあ、例えば楽しくさせるというのは音楽でいうと、音を楽しませるのが音楽家です。周りに対して癒すとか楽しませたりとか、ディズニーランドもそうです。ここの基本的なものをきちっと分かっているところは必ず価値があるので、これも議論になります。そうするとメイクって見えてくる。周りに対して肌を楽にしているメイクを仕上げている人は絶対存在感があるというふうに僕は、取り入れていただきたいのは、周りの声の褒め言葉を本当に素直に受け取ってほしいです。今日メイクアップでやりますので、ちょっとレッスンしますね。一番お聞きやすいのは、ちょっとレッスンしていつもの自分にまた戻ったら、そこでまたやる気なくしていく。自分で自分を洗脳してしまう。ちっちゃい魅力を重ねていくと、オーラがそれに勝るということです。そして成功とは、より習慣を継続することです。ちっちゃいことですけど、今日はメイクをします。メイクをした時に、あ、これいいなと思ったことを一つでも持って帰られたら、継続をして続けてください。そしたら成功する人が続けるんですよ、1週間を。そうすると形になる。それがまた積み上がっていきます。重なるんです。だん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 そのコーラが出てきます。
そういうふうにして、カバーの、ね、これのカバーの、これを一回こう出し入れていただいて、それと同時にですね、メイクアップの道具というのをいただいてですね、講師の、何か、何の、ちょっとどれだけ持ってるか分かりませんけれども、やっぱり印象というのは、人が決めましたね、自分じゃない。どんな風に見られてるということなんですけど、大体4つくらいの大きな要素がある。第一印象はまず見かけで大体7割くらい。細かいで分かりますか？右側です。見た目印象って書いてますよね。その中の一つにメイクアップとか、肌質とか、ヘアスタイル、ファッション、持ち物、ほら。そして、ちょっと下に、下の方に行くと、行動印象ってあります。行動印象。これが挨拶であり、返事であり、歩き方、仕草、立ち行く前。出てくるんですけど、共同印象って感じですね。僕これすごく大事にしてます、人はコミュニケーションとってアイコンタクトすごく大事なんです。言うと目を加えますよね。もうなんか言葉いらないじゃないですか。もうでなんかできたみたいですね、私たちね、カップルみたいなそれぐらい目と目でこうピッと合うんですよ。これがアイコンタクトないです。じゃあ見ましょうか。ちょっとここは難しいですけど、ずっと集中でいいんですよ。そこでもうここで避けるわけですね。でここら辺に行きます。これ何言ってるかというと、だから眉が大事ですよ。ここだけじゃない。眉と連動してますよ。男性の時も目だけじゃないし、眉がおかしいなっていうのが、どっかで目を見ながら分かるんですよ。頼りなさそう。なんか掃除できなさそう。奥様じゃないですよ。ここに毛がいっぱい入ってますねって、もしあった場合に言えないでしょ。言えないから、男性の方はいいことはいないな。思ってます。まあ、入ってるな。よく生えますから、ここをきれいにいつもされている方は家庭内でも掃除とかきちっとやってくれると、こういうふうに男性の出しにはなりますよ。男性からして一番嫌いなタイプどんな人って言うので、はい、言いますよ。7項目言います。言ってみないでくれ。口数が非常に多い。その口数が一個こっちが戻ってくるから返ってくるんです。いわゆる素直でないんです。本人は素直なつもりだけど、一個言うたら、でもね、男の人って一個戻ってくる、あ、もうめんどくさい、もうそんなこと言われてもういいってなるんですよ。だからでもねっていう言葉、なんどういう言葉ですか？いろいろありますか？否定語です。そういう言葉が非常に多い方はちょっと面倒やなというのと、もう一つはガーッてくる人、逆に来すぎる人、これも心地よく入れてさせてもらえる人っていうのは、だからちょっと取ったらどんなことかっていうと、後でお話しますけども、知的っていう言葉が非常にあります。知的っていうのは今までの雰囲気とか状況を判断して、あ、この男性はこういうことで嫌うなっていうことを自分が判断したら言わない、止める、自分の感情をコントロールする、こういったことができる。これをメイクアップであとで落とし込んでいきますけれども、メイクアップで性格まで変わるということで、今日は最初にこれを伸びしろあるから、この人の人間性を見た時に、この人を教えていく生きがい教えていく方法なんです。伸びしろがある人っていっぱいエネルギー与えたくなるんです。これメイクアップさんの本題に入ってきますが、性格は変わるということです。メイクアップをずっとやってきたなら、僕は思ったことは、最初はものすごくクールな性格に見えたり、いろんな悩みがあった、私なんかきつく見られるんだとか、私なんかね、頼りなく見られるんだとか、いろんな方がいらっしゃいました。でもメイクアップでちょっとシャキッとしたりすると、ちょっともうなんかフワーッとしたイメージが性格部分できちっとしだした、何で少しか何ならどうぞどうぞ結びたいメイクアップという一つの手法です。その手法をきっかけとして、より明日に向けて考えてもらいたいということです。